通り長筋は、熊本県熊本市にある通りの名称。熊本県道28号熊本高森線の日本郵政九州支社付近から水道町交差点までの愛称である。水道町交差点から見た、通り長筋、熊本城方面を望む、中南九州地区最大の繁華街場通りと下通りの間を東西に貫く通りで、 車道は片側3車線に加え中央を伏線の熊本市電が走っており、平日の夕方や休日には買い物客や学生で賑わいを見せている。熊本市郊外から車やバス、電車が一極集中するため、朝夕のラッシュ時は渋滞が激しく、熊本桜町バスターミナルが近いため車道両端のバスレーンも路線バスや高速バスが数図のように連なって走っている。 上記のように平日の夕方や休日になると多くの人々が訪れる。通行人の多くは上通り、下通り、鶴屋百貨店での買い物客である。上通りと下通り、その間に位置する通り町近電停を結ぶスクランブル交差点が設けられている。上通り入り口と下通り入り口、鶴屋地下1階を結ぶ地下道も設けられている。なお、通り町の熊本市交通局の軌道は、 芝生が植えられている。九州有数の規模を誇る繁華街で、市役所、百貨店、商業施設、オフィスビル、ビジネスホテル、シティホテルなどが立ち並んでいる。ありがとうございます。